暑いですからね、強いもの持ってますかね、はい、気持ちは。さあゴングです。さあお互い打ち合いました。激しく打ち合っております。ローが出ました。右のローが決まっています。さあ好意という構えを見せました。さあここでレフェリー入って距離を取ります。この試合も1ラウンドから結構テカードが出てますね、はい。まあ、様子を見るような感じはなさそうですね。まあ、最初にお互いにですね、お互いの右で挨拶の打ち合いをしてからは、パンチの応酬となっています。かなりコウキ選手の右のロー重いですか。そうですね、コウキ選手どっちかというとパンチよりも蹴りの方が得意みたいな選手なんですね。はい。一方のショーン選手はパンチ結構うまいんで、はい、まあ、どういう試合かと言いますか、まあ、この試合も最初からお互い怪我を出してますのでね、はい。さあ攻め方としてはお互いに自分の得意の持ち味が出た展開ですか。そうです。さあここでゴング。さあこの第1ラウンドお互いに右のミドルからそこから一気にですねパンチの打ち合いを見せてくれました。この試合も3ラウンドまでスタミナが持った方が取れるのかなという気もしますね、はいはい。ジュン選手パンチ良かったですね。この次の2ラウンドですね、おそらく まだ見ないでだんだんどんどん両選手ともに出ると思います。この流れでいくと、はいはい、表情を見る限りバテてませんよね、はい。両選手とも気持ちよく前に出ていきました。さあここから2ラウンドです。さあ第2ラウンド始まりです。さあ第2ラウンドお互いに打っていっていました。さあ少しですね、トップザーが、まあ、というところがございますが、さあこのインターバルがですね両選手にとってどう出るんでしょうか。グローブを合わせて再開です。は右のローから、ワンツーというコンビネーションで攻めています。開始まって、まあ、シュー選手ですがどちらかというと構えて一発大きいところからその後パンチの回数が増えてますか。そうですね、まあ、ジャスタンツーでも一番で手数が減ったからと両選手ともに、ね、はい、様子を見ているんでしょうかね。体力的なものでしょうか。それとも何か有効打が決まったような感じはありますか。有効打はまだこれといったことはないように思うんですが、はいはい。まあ、コーク選手米子なんですけどね、はい、
かなり大手の応援団が来てくれてるみたいですし、それ一方の旬、はい、もちろん地元ですから、はい、応援団多いですからね、声援も多いんで、まあどちらも引けないというか、そういう部分があります、はい。さあ、判定打ち合い、さあ膝が入ったか、ホーキ選手の左膝が旬の顔を捉えました。さあここでレフェリーが手をクロスしました。米長チームのホーキ選手のノックアウト勝ちとなります。決まってしまったんですから、もうこれは致し方ないです、はい、まあしょうがないというか、まあ、タイミングの問題ですから、はい、ただ、途中からですね、その右のローからワンツーというような攻撃でですね、そのローを嫌ってたようにも見えたりもしたんですけども、そうですね、右のローを結構しつこく蹴ってましたから、はい、多少ダメージがあったのかなとも思います。はい、さあ今、拳を構えておりますのが米子ジムのホーキ選手です。